船王子は、アスカ時代の官人。姓は首、官位は王妃と。船氏王子星で知られる人物である。羊について、船氏王子星では、王都市人の孫で、那覇ゆへの子とする。船氏は、河内国田寺被軍の中里を本拠地としたとされる、トライ系氏族で、金明天皇十四年に、王達寺が船の税を数え記録したことで使命を賜ったという。 生涯について、船主王語墓誌によれば、船王語は、美月天皇の時に生まれ、水子天皇、女名天皇に仕えて、女名天皇の時には、蔡衣と公君で、王妃との官位を賜った。そして、新中年に墓誌、母新年に、妻の安義この夫子と共に松竹三条に埋葬され、墓は、大慶の刀洗西への墓と並べて作られたとする。墓誌では、 船王後の墓は、松竹山に所在するとするが、正確な湿度地点はつまびらかでない。大阪府柏原市国部にある丘陵が、松竹山と称されるが、これは、もともとは、松岡山と称されたのが、母子の松竹山に否定されたことによる。かつては、山頂の松竹山古墳に否定する説もあったが、同古墳含む、松竹山古墳群は、船王子から数百年遡る。 古墳時代前期の映像になるため現在では否定されている。松竹山では終末期古墳、仮葬墓も確認されていないため、同地付近では現在も墓の所在は確かでない。なお、船尾後は船塩王母子以外の資料では知られないが、日本初期水古天皇16年上の船氏平と同一視する説がある。 船主王子母子大阪府立地勝アスカ博物館展示。原品は三井記念美術館保管。船主王子母子は船王子の母子。金石文の一つ。国宝に指定されている。展示天皇7年の船王子の埋葬に伴う母子で、現存では日本最古の年を持つ母子になる。ただし、簡易の文言等により、実際の制作時期は若干古るとされる。 江戸時代に出土したと伝わるが正確な時期、地点は明らかでなく、その後は再臨時に所蔵されていた。完成8年成立の高古小録にも記述が見え、明治以降には最小厚氏が一時所蔵した。母子は、丹蔵による薄い短冊型の銅板で、長さ29.7センチメートル、幅6.8センチメートルを測る。表裏には、 各4行計162字の名文が告示されている。名文は次の通り。兵門三船四甲五首者世戦士中祖、とし一首字が、背、はい、首の子なりせ岡社宮寺天下天皇の予報士を遠揺らぐ、寺天下天皇の朝イタリオアスカ宮寺天下天皇の、朝天皇、寺氏市地その際意志、し、友好君直賜物官位を一品ため、 大浦三山陰謀を飛鳥天皇の末採時新中12月3日、後院古母新年12月上がり草を待つ額、三条とも増やすりこの音児童母その体系等ら、古首の墓並作馬かなり即ため安藤万代の例その老古英号の宝地なり、この船大御母氏は、1953年3月31日に、国の重要文化財に、 1961年4月27日に国宝に指定された。現在は三井記念美術館で保管されている。船氏をごぼしに関するカテゴリー。ありがとうございます。